イズブタナモ、今回の動画はレペゼンチ級ことキャンディーフォックスについてお話したいと思います。ご存知の通り、レペゼンチ級は2020年末をもって解散しました。レペゼンチ級の DJ 社長はまだ名もない時から日本一の DJ になる、そしていつかドームでライブをするということをずっと言っていました。当時のレペゼンチ級がまだ世の中に出てきたばかりの頃は、誰もがそんなことできるわけない、バカなんじゃないの、後ろ指を指す人も多かったと思います。それでも DJ 社長は未来に向かって嘘をつきました。その結果、昨年末に福岡ドームでその夢を叶え、嘘を真実にしました。ここまでは皆さんもご存知の通りだと思います。実は先日、飯田さんから連絡があって、銀座の天竺の店でみんなで飲みました。その時に DJ 社長から聞いた話があまりにも衝撃的だったので、その裏話を皆さんにお話したいと思います。今 DJ 社長はキャンディーフォックスという集団を作り、次は世界を目指そうとしています。世界っていうのは皆さんピンとくる方いますか？僕は正直ピンときませんでした。それでも DJ 社長は真剣に世界を目指していました。今 DJ 社長は世界に向かって嘘をついています。それは昔、世間のみんなにドームで必ずライブする、そう公言した時を彷彿させます。そこで皆さんも気になっていることだと思うんですけど、なぜ YouTube を消したんですか？今レペゼンチ級の過去の動画は一切削除されて見ることができません。音楽のストリーミング配信からも全て削除されました。なんでこんなことするの？僕はそう聞いたんです。これを見てる皆さん同じことを思うと思います。登録者数が100万人を超えたあのチャンネルの動画の数々をどうしてそんなにいとも簡単に消せるんだろう、純粋な疑問でした。そしたらこう返ってきました。俺は世界を見てる。僕はその言葉を聞いた瞬間、何を言ってるのか理解できない、それが率直な気持ちでした。それでこう聞きました。 YouTube を消して収益はどこから得てるのか、今どうやって生活してるのか。そしたら社長は、もともと YouTube には広告をつけていない、だから YouTube からの収益はない。だけど楽曲の収入やファンクラブの収入で毎月数千万以上の収入があったと。それをなんと全て放棄したというんです。海外進出に必要ないものは捨てた、こう言うんです。おそらくこういう考えなんだと思います。レペゼンチ級の動画が残ってる限り、レペゼンチ級はレペゼンチ級の DJ 社長は DJ 社長なんだと思います。世界に向けて発信するときに、レペゼンチ級ではなくキャンディーフォックスのスタイルじゃないと勝負できねえ、そう言ってたんですよね。それを聞いたときに何か込み上げるものがありました。かといってもやっぱりお金は必要です。じゃあ今キャンディーフォックスの制作だったり活動だったり貯金でやってるんですか？そう聞いたら、貯金は一切ない、借金をしてるというんですよ。知り合いの社長さんから1億円以上の借金をしてるって言うんです。そしてもう退路はない、俺は成功するしか道はないんだ、そう言ってたんですよね。合理的に考えた時に、毎月数千万円の収入を夢のために捨てるというのはなかなか発想できません。それでも社長は自分の夢、世界に行くっていう夢を叶えるために全て捨てれる、そんな覚悟がある若者がいることに僕は驚きました。こういう人間が日本だけではなく世界に進出するんだな、そう思った時に自分も一緒にその船に乗って応援したい、そんな気持ちにすらなりました。そうやって社長はどん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 ファンを作っていったんじゃないかなと思います。僕はその言葉を聞いた瞬間、 DJ 社長のことがすごく好きになりました。なぜ世界にそんなにこだわっているのか、僕は疑問に思ったので社長に聞いたんです。そうすると彼は孫でこう言うんですよね。俺3兆円かけるから。3兆円という金額、皆さん想像ができますか？僕は少なくとも想像できません。だけど DJ 社長は本気で冗談抜きで3兆円を稼ごうとしています。なぜ3兆円かというと、3兆円という資産があれば日本一の金持ちになれる、それが理由らしいです。僕も今までの経営人生で年商規模で数百億円という光景しか見ることができていません。正直、世界を取る、そして3兆円稼ぐ、そんな話を聞いて、そんなことできるわけない、そんなの夢物語だ、そう思ってしまっている自分もいます。これを見ている皆さんの多くが同じことを思っていると思います。それでも彼は未来に向かってついた嘘を真実にしてきた男です。そんな途方もない壮大な夢を実現させてしまうんじゃないか、どこかワクワクしている自分もいます。そこでもう一つ尋ねました。世界に行くっていうのはスケールが大きすぎてなかなか想像がつかないけど、 DJ 社長はそのために今何を一生懸命やってるんですか？そうするとこう言うんです。インスタグラムを伸ばしてる。インスタグラム？正直そういう感想でした。僕もインスタグラムをやってますけど、メディアとしては YouTube の方が発信力があって影響力もあって優れてると思います。少し遅れてる感も拭えないですし、今なぜドームでライブをしたような人たちがインスタグラムに熱中してるのか僕には理解できませんでした。そうするとこう言われました。
日本語じゃ世界に勝負できない。 YouTube は言語の壁がある、 Twitter も言語の壁がある。だけど Instagram だけが視覚的に画像というビジュアルでファンの方々にリーチすることができる。だから俺は日本人じゃなく世界中の人たちに広く知ってもらうにはまずは Instagram から始めないといけない、そう言ってたんです。その言葉を聞いた時、改めてこの男は本気で世界に行こうと本気で思って本気で計画しているんだなっていうことが伝わりました。おそらくこの動画を公開している日に DJ 社長はインスタグラムでとんでもない企画をやっていると思います。それもインスタグラムのフォロワーを短期間で100万人にする、そういう DJ 社長の強い信念からやっていることです。僕もその企画を聞いた時、到底人間離れしていることで正直驚いたのですが、それをけなげに実行しきれるその覚悟が彼を夢の成功へと導いている原動力になるんだなと感じました。夢は大きく持とう、子供の頃に誰もが言われたセリフだと思います。 DJ 社長は誰よりも大きな夢に向かって愚直に突き進んでいる、そんな人間なんじゃないかと思います。そしてその途方もないスケールの大きい夢に共感し一緒に歩んでいく、それがファンなんだと思います。今こうしてこのような動画を撮っている僕も一人のファンになったのかもしれません。そして自分も今まで以上に大きな夢を持って未来に向かって進んでいきたいと思います。この動画を見ている方で DJ 社長の夢を応援してもいい、そんな方がいたらぜひ彼のインスタグラムのフォローをお願いします。僕も一人のファンとして皆さんにお願いしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんも一度きりの人生です。自分の夢を叶えてください。応援しています。